おはようございます。車好きのせいです。さて、今回はマツダが誇る世界で一番売れているオープンツーシーター、ロードスターの3代目となるモデル NC 型、その中でも電動リトラクタブルハードトップのついた RHT というモデル、これをじっくり見ていきましょう。この車出た当初はそれまでのロードスターフリークの人たちから結構ネガティブなことも言われたりしてたんですが、今この時代になってこの車を見ると、そのネガティブな部分がむしろポジティブ、メリットとなっているなと思える部分があったので、そのあたりを交えながらじっくり見ていきたいと思います。では行ってみましょう。撮影に協力していただいたのはタウランガに拠点を置く日本人経営のカーディーラー、カーズ&バンズ。こちらのお店ではコンパクトカーから大型 SUV まで様々な車種が取り揃えられています。日本人スタッフも常駐しているので、興味のある方は気軽に立ち寄ってみてください。まずシャーシーについて触れておきたいと思います。初代モデルとなる NA 型のシャーシーを補強して流用して作ったのが2代目モデルの NB 型となるんですが、この NC 型からは新規プラットフォームとなりました。その時 RX8 のシャーシーを流用して設計されたんですね。そのため車体が今までよりも大きくなって、重量も増えて、そしてその重量をカバーするために2リッターエンジンというこれまでよりも大きめのエンジンが搭載されたんですね。そのことから結構それまでのロードスターフリークの人たちから、こんなのはライトウェイトスポーツじゃないとか、これでは人馬一体の軽快感が楽しめないなんていう風な批判を受けたりしたんですね。その批判をしていた人たちが実際に乗って確認したのかどうかは分かりませんが、そういった意見が多かった時代でした。ただコンパクトカーですら1トンを超えるのが当たり前となった今の時代となっては、この重量は決して重たいとは言えないと思うんですね。むしろ軽量スポーツカーのカテゴリーに入ると言えると思うんですね。そして私は RX8 をもう7年所有しているんですが、その車は決してエンジンのパワーに頼らない軽快な人馬一体感が存分に味わうことができる車だと実感しています。なのでこの RX8 をベースに作られた NC 型ロードスターも、人馬一体の操る楽しみ、こういったものを存分に楽しめる車に仕上がっていると言えると思うんですね。もちろんこういった感覚的なことはその人の主観に大きく左右されます。なので当然反対意見の方もいらっしゃると思うんですが、まずは先入観を持たずに実際にこの車に触れて乗って体験してみてもらいたいですね。話が長くなってしまいましたが、ここからはこの NC 型ロードスターの外観を見ていきましょう。まずこの車のサイドフォルムというべきですかね、ここはフロントからリアまでほぼ一直線の抑揚の少ないデザインとなっています。そしてフロント部分とリア部分は丸みを持たせた、真上から見るとまるでオーバル形状のようなデザインになっているんですね。言うなれば船のような形というべきですかね、クルージングを楽しめそうな、そんな雰囲気を持たせています。峠をガンガン攻めるのではなく、オープンにした状態でゆったりとクルージングを楽しむかのように流して乗りたい、そんな人たちにも受け入れられそうな柔らかいデザインとなっています。そしてこちらフロントマスクなんですが、ヘッドライトの形状もオーバルコースのような形となってますね。これは後ろのブレーキランプも同様で、おそらくこれは全体的にそのオーバル形状をモチーフとしたものになってるんでしょうね。ではエンジンルームも見ていきましょう。まず最初に目につくのがやはり真ん中に据えられたこの直列4気筒の縦置きのエンジン。これがですね、エンジン全体がこのボンネットの下に見えるのではなく、さらに奥まったところに突っ込んだような、そんな配置になってるんですね。こうすることで前輪の車軸よりもエンジンを後ろに置くことができて、
フロントミッドシップというレイアウトになるんですね。前輪の回答性が良くなります。さらには標準でタワーバーもつけて、ちゃんとボディの剛性を保ってますね。こういうところからも人馬一体、これをちゃんと意識して作り込んだんだなというのが伺えますね。内装も見ていきましょう。まずドアを開けてみると目に飛び込んでくるのが黒とサドルタンのツートーンカラーですね。こちらは別撮りの写真なんですが、ご覧のように上品で明るい車内となっています。オープンカーというのは、いわばこの内装も外装の一部と捉えることができるので、こんな風に周りの人に見せたいと思えるような、こういう上品で華やかな内装というのはとても嬉しいですね。センタートンネルもかなり幅広になっていて、ワンランク車格が上の車に乗ってるような、そんな雰囲気も醸し出してくれてます。では車内に入っていきましょう。車高の低い車なので、身をかがめながらお尻をドスンと落とすようにして乗り込みます。そして車内からの視界はこのようになっていて、フロントとサイドは普通に周りが見やすいものとなってますね。ただ斜め後ろの方はこのようにがっつりと幅広のピラーが来ているので、ちょっと確認がしづらいです。そしてこちら後ろの窓も横幅はたっぷりあるので結構見やすいですよね。そしてこのリアウィンドウはガラス製となっています。 NA ロードスターの時はこれがビニール製で、使い込むと白く擦り切れて後ろが見えなくなる、そんな問題があったんですが、この車ならもうそういった心配はないですね。ルーフの高さは身長178センチの私で握り拳 0.5 個分といったところですかね。そしてこちらが運転席周り。ハンドルには左側のスポークにオーディオ関連の操作スイッチが並んでいます。そしてこちらがメーター類ですね。このメーター見た時におっと思ったのが、メモリがとても細かく振ってあるんですね。これがスピードメーターとかタコメーターだけでなく、油温計や水温計、燃料計に至るまでこうやって細かく振ってあります。こういった作りにするとコストが高くなるので、普通の車はなかなかしないんですが、あえてこうやってドライバーの目に一番つく場所、ここをこういうスポーティーなデザインにすることで、ドライバーの気持ちを高揚させてくれる、こういった演出私大好きです。そしてダッシュボード周りも一部ピアノブラックのパネルをはめることで結構きらびやかな感じになってますし、助手席側のドアを見るとわかるんですが、まずスピーカーが2-way 方式となってるんですね。こういった走りだけにとどまらず、快適性の面でもこだわって乗ってる人を満足させようとしている、この作り込みにこの車へのこだわりが感じ取れますよね。ドアハンドルも黒い、これは木目調と言っていいんですかね、そういった素材になってあえて違う色にすることで、より高級感が増してますよね。センターコンソールは一番上にルーフの開閉ボタンとハザードスイッチが並んでいます。その下にはカーナビのディスプレイがあって、さらに下にはエアコンの操作パネルが並んでますね。これらはすべてダイヤル式となっています。個人的にはこの方が運転中に直接目視せずにこの操作がしやすいので、個人的に好きですね。そしてそのさらに下にはシートヒーターも備わっています。もう今から14年前の車になるのに、すでにこういった装備があったんですね。そして幅広のセンタートンネルの真ん中には6速トランスミッションが備わっています。バックギアは左上の方にあるんですが、これはシフトレバーを押し込みながら左に倒して前に入れる、そうすることでバックギアに入るようになっています。その後ろにはパワーウィンドウの操作スイッチが並んでいます。この配置は NA ロードスターの頃からの定番スタイルですね。その後ろには目隠しの下にカップホルダーが2つ用意されています。
スペースに限りのある車ですが、ちゃんとこういうのが備わっているっていうのが嬉しいですね。そして運転席と助手席の間のスペースにはセンターコンソールボックスが用意されています。奥行きもそこそこあるので、ここにメガネとかなんとかいろいろ入れておけそうですね。さらに上にはスピーカーが備わってますね。一番上には走行風の巻き込みを防いでくれるウィンドブロッカーも備わっています。シートの形状はヘッドレスト一体型のものとなっていて、背もたれの横の張り出し、サイドサポートですね、これの張り出しはほどほどに抑えられているといった印象です。そして感触自体はやや固めといった感じですかね。座面はももの部分からお尻の部分へかけて低くなっていく、お尻を落とし込むタイプのシート形状となっています。ではいよいよこの車の真骨頂、ルーフの開閉を見ていきましょう。まずレバーを下に引き下げるんですが、これはそのままでは開かないので、リリースボタンを押しながらレバーを下に引き下げます。そしてルーフ開閉ボタンの開くボタンをずっと押し続けると、このように一気にルーフが開きます。ちなみにこのルーフが作動している途中でボタンを離すと、その途中で止まってしまうので、最後までずっと押し続けるようにしましょう。ちなみにルーフの開閉速度は約12秒と、この車が出た当時では世界最速だったそうです。今でも十分速いスピードですよね。こちらがオープン状態の外観ですね。こうして見るとますます船っぽいなという印象があります。そしてこちらが後ろ姿、ルーフが綺麗に収まっているので、トランクから一直線のラインが描かれていて、とてもすっきりしています。車格の大きな車になったかのようですね。そして外からちらっと見えるブラックとサドルタンのツートーンカラーの内装がまたおしゃれでいいですよね。ちょっとおっとこう覗き込んでみたくなります。そして言われるまでもないことなんですが、ご覧のようにヘッドクリアランスというものはもう存在しません。一気に開放的になりますね。あと実は乗り降り性も抜群に良くなります。クローズド状態だとご覧のように思いっきりこう頭をかがめてよいしょと潜り込む感じなんですが、オープンの状態ならもうそんなことは全く気にせずにそのまんまスッと乗り込めます。この開放感はちょっとやみつきになりそうですよね。では最後にトランクルームを見ておきましょう。開口部はご覧のように上の面だけとなっていますが、ルーフをオープンにした状態でもこの荷室の容量は変化せず、これだけのスペースが確保されています。これなら中ぐらいの旅行カバンが普通に2つか3つぐらい入りそうですよね。ちょっとゴルフバッグが入るかどうかはわからないんですが、意外と広いなという印象です。さてここまでこのリトラクタブルハードトップタイプの NC 型ロードスター、これをじっくりと見てきましたが、総評としてはまずこの電動開閉式のルーフは車体の重量が増えてしまうし、2リッターもの大きいエンジンを積んでは警戒感が失われるなんていうふうにデビュー当初はいろいろ言われたりもしたんですが、現行型の ND 型ロードスターリトラクタブルハードトップである RF、 この車の快適性、静粛性、そして爽快感、これがとても好評だそうで、積んであるエンジンも2リッターなんですが、そのトルクに余裕のある走りが逆に力強くて心地いいと結構好評なようなんですね。ソフトトップのモデルにもこの2リッターのエンジンを搭載してくれればいいのにとコメントしている自動車評論家も見かけたぐらいなんですね。やはり時代に応じて求められるものが変わってきてるんだと思います。そんな時代だからこそこの NC 型ロードスター、値段もこなれてきてるし、今乗る車として選択肢に入れる価値が十分にあるなと感じました。内装も綺麗なので、がっつり走りたいだけじゃない人にもぴったりですよね。では
今回の動画は以上で終わりとなります。いかがでしたでしょうか。今後も車に限らず興味のあるところにはどんどん出かけていって、そこで見たもの、体験したことを動画にまとめて皆さんと共有していきたいと思っていますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。